はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88のマイトのマジックやっていきましょう。先売ろうかと、持ち物を売るね。あ、これダメ。はい、ロング棒は、結局装備できません。ショート棒、スケールアーマー、スケールアーマー、ガーリック、ヴァンパイア系って出てきてないね、まだね。ラージシールド、あー、ラージシールド置いときたいけどな。ラージシールド置いときましょう。いやー、死んで200ゴールドかかったら痛かったな。あと何歩ほど経験値いるのか見に行きましょうか。2600、あー、遠いなー。あと26回ぐらい戦わないといけないっていうことだもんね。はい、あ、それでもね、やっぱザナドゥやってる時よりはもう全然気持ちがね、もう違いますね。あっちは血が下がるからね、やってると。ほんとね、恐ろしいゲームでした。あー、ちょっとこう、しかも奇襲やないの。あ、これまずいな、勝てる気がしない、勝てる気がしないな。これ多分後ろのウルバリン、あ、あれウルバリンって読むのか。あー、ウルバリンって読むのか。これあれだね、映画のね、なんだっけ、ミュータントのやつね、あれ見たからだな。寝る、うん、寝ないな。うわ、病気もらった、強いなビートル。あ、もう電撃メディックしかないか。あ、もう一匹おんのか、あのなんビートルみたいなね。病気はヒットポイントは回復するのか。痛いな、何気に痛いな。あー、でまたこれだね。でガーズマンもいるのか。ガーズマン先やっつけた方がいいか。およかった、10回ヒット。さっきガーズマンやっつけよっか。ちょも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 ダメージ食らうんでね、ガーズマンは。ウルバリンってなんか聞くとすっげえ強そうな感じがしちゃうんですけど、おお、倒れちゃった、そっち行っちゃったか。このラビットジャッカルとかみたいな可愛いやつじゃないんだよねきっとね。ああ、なんか全然ダメージの受け方が違うもんね。もう普通にいっちゃおう。もう3回もヒット3回ヒットえげつないわ。でもよく倒せた、倒せたわ。あー、よいしょ、スリング2ゴールド、スリング、これで2ゴールド、スリングとか。あら、あ、これ帰ってんのね今ね。麻痺と盲目は治せるんだけど病気は治せないんだよねまだね。はい、体調ね整えて。まだフードを持つね。はいと。
はい。で、8かな。もう使っちゃおう。1しか当たんなかった。はい、じゃあ、いやー、よいしょ。なんか大したも入んなかったね、手にね。よいしょ。早くマジックアイテムが欲しいんだけどね。そういうわけにいかないみたいで。はいと、はいと。開いた開いた。すぐ見れない。ガーリックガーリックいつ使うんだろう。はい、あ、セーブしてなかったかな。はい、はい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 と。416ね。あー、でもこれ今の若い人がこれ私のやってる作業を見たら何これって思うんだろうね。こう地下降りては同じとこずっと行ったり来たりして、これはあの宝探してるんですよあのこれウィザードリーではもう当たり前ですからね、宝探しね。うわー、ファイアービートル、あー、ゾンビ、はい、ゾンビ自体はそんなに強い感じはしないんですけど、多分睡眠の方がいいかもしれないね。あ、ゾンビ眠るんだ。あー、いいこと聞いた。あ、生き抜きたね。で、2番目の敵を集中して攻撃しましょう。あ、催眠じゃない、こうで、コツ与えるか。これ寝てるからって言ってあのウィザードみたいに倍に当たるわけじゃないからね。寝てるのにダメージ1でも与えたら起きちゃうからね。そう思うと、ね、起きてきちゃうからね。はい、5ゴールド。あー、怖いなぁ。ワスプ、オークリーダー、この辺か。オークは弓矢打ってくるんでちょっと要注意だけど。あ、当たった当たった。寝るかなぁ。あー、寝ないね。祝福入れときましょう。おー、相変わらず送りだ、すごいな。ワスプってなんかまた、蜂とか飛ばしてきて、蜂じゃないんだね。死んじゃうからね。ダメージ、全体、もう全体魔法食らっちゃうとね。あ、逃げるね。あ、やっと倒した。あー、で、こっからオークリーダーか。んで、オークリーダー倒せたね、簡単に。とりあえず、いっか。あ、逃げた、蛇は。パデットアーマー10ゴールドで、まあ、10ゴールドは悪かないけど、パデットアーマーはつらいな。これ休んだ方がいい気がするんだけどね。えげつないの来たら嫌だからね。
休もうか。これあれだね、ぶっちゃけると道さえ覚えたらライトつけなくていいんだよね、指が覚えたらね。さあ、おー、サイクロプスなんか強烈な出てきたけど、あ、よかった、これでこれ強襲されて、なんだろう、あのされてやばかったわ、血吸いまくられてたね。これがね、怖いのが、サイクロプス寝かせれるかな ?4 番ぐらいから。あ、寝ないね。おー、普通に撃ってくる。あー、来た。来た。あ、一応当たるね、ダメージ。めっちゃ体力ありそうだけどね、サイクロプスね。靴当てとこうか。2。13。一回で13回。あ、倒した倒した。あ、もう、思ったより、100ぐらい与えないといけないかなと思ったけど、そうでもなかったね。いや、これ本当にあれだったか。この、前衛が1番と2番しか、ね、物理攻撃食らわないちょうど位置でよかった。これ、ヴァンパイアバード囲まれたら大変だもんね。ああ、一安心。おお、254。おお、サイクロプスがあったのかな、経験値。で、お布の袋か。さあ、帰りましょう。これの繰り返しです。しばらくこれの繰り返しになりそうだね。多分ね、2回攻撃できるぐらいになるので、ここでずっといそうな気がする。いつなるんだそれ。さあ、まだ程遠いんだろうね。フードもう一個あるのか。じゃあもうちょっと我慢できるかな。はい、もうね、フード買ってもいいんだけどね私は貧乏症だから。はい、あと1800ね。1800。私セーブしたよね。あ、したと思うんだけど、一応もう一回しとこう。今ね、すごく寝不足です、私昨日4時間ぐらいしか寝てないね。スネークポルターガイスコブ、あ、うん、雑魚だね。あ、これが雑魚って呼べるんだからね。私も成長したよね、ほんとね。ミサイル、待とうか。よいちょ。うちのね、2番目のオークさんがね、結構ダメージ食らうんだよね。これで137もらえると楽だな。こういうバトルばっかだったら、殺人光線、ちなみにこれね、あ、これ今私どこにいるんだろう。あ、ここか。こういって、こういって、ドンついて、ぶつかって、鍵が開かないでアンロックして、アンロックしてドンつきまで行って、左曲がって、1,2 進んで、右曲がって、1,2,3,4,5 で振り向くなんで、こうなるんですよね。だから、明かりいらないんだよね、別にね。明かりがないと盲目ってわけじゃないもんね。ね、真っ暗なのにね、看板が読めるってすごいと思うんですよね。うわー、またダングビートルとファイアーアント。あ、これ一緒か。一緒か。まあ、一応彼ら寝てくれるので、あ、でもやばい。ご飯取られたら辛いな。一応寝るかな。ガードマンは寝ないんでね。あ、よかった、グレムリンは寝たね。で、祝福当てときましょう。あ、ビート寝るとき寝るのにね、
できて、ビートル来て、で、で、あ、そっか、グレムリン、睡眠。あ、寝ないな。ビートル寝たと思ったんだけど、こうなったら、祝福入れたっけ？一応祝福入れようか。あ、倒したね。で、あ、起こしちゃったね。靴当てようか。あ、グレムリン逃げたね。よいしょ。まだ寝てるんだね、グレムリン2匹は。よし、倒した。あー、で、ちょっとグレムリンは起きたら厄介なんで倒しときましょうか。いやいや、グレムリン倒せない。グレムリンが倒せない。倒せるかなと思ったんですけどね。倒せないですね。あ、ファイアントのが先倒れた。まあ、結果笑いですね。開けて、ちょっと寝た方がいいね。で、一歩出て右行って、で、振り向くな。ゴール、ストレン、ああ、やり過ごそう。これ、吹っ飛ぶやつだね。ストレンジリング、ストレングリングか。これ、ちょっとやり過ごそう。ああ、もうダメだね。出てこなくなっちゃったね。あれ、弾くからね、あんだけいたら怖いわ。確か弾けて、全体ダメージ食らうやつだと思うんで、と思ったらいい時間になっちゃったね。じゃあね、今回が取りダメの最後になるはずなので、いやいやいや、違う。あら？ちょっと待って。今、年齢って書いてたね。あら？このゲーム、年食わないって私言ってましたけど、年齢あるわ。年食っちゃうの？おらら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 。ちょっと予想外でした。じゃあセーブしに帰って終わりましょう。ちょうどフードもなくなったんでね。あ、フード買ってからにしよっか。うわ、ワンダリング来ちゃった。これ降伏したらどうなんだろうね。ゲームオーバーなのかな。それ普通降伏したらゲームオーバーだね。多いな、7匹もいるのか。あ、しかも先に攻撃されちゃった。痛い痛い。これなんだろうね、ほとんどモンスターしか有利にならないこのハンデ。一応パーティーにもつくけどね、大抵モンスターにしかハンデつかない気がするんですよ。でも終わる頃にこっちにつくっていうね、終わる頃にパーティーにハンデが入るって、もう終わりかけてんじゃないのって。あ、でも全然つかないね。これ一体これ何なんだろう、ハンデってどういうあれで決まってんだろうね。どういう理屈で決まってんだろう。ああ、しまった。お金。あららら。はい、ということでこの辺で終わっておきましょう。20歳毎度のマジックを終わっておきます。どうもありがとうございました。